皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日は電子伝達系についてお話ししていきたいと思います。これまで解凍系クエン酸回路とお話ししてきたんですけども、その反応の最終形態ですね、電子伝達系のお話をしてエネルギー供給機構については完全にマスターできるんじゃないかなと思います。今回もですね、電子伝達系については詳しくお話ししようと思うと化学反応式とか元素記号とかがたくさん出てきてしまってちょっと難しいなと思って毛嫌いしてしまう方も多いポイントなので、なるべくそういうところは使わずにもう本当に簡単にシンプルにお話ししていきたいなと思ってます。まずですね、エネルギー供給機構の最初の反応は解凍系と呼ばれるところの反応になります。詳しくは解凍系の動画でお話ししてるのでぜひ合わせてご覧いただけたらなと思うんですけども、解凍系は私たちが食べた炭水化物からエネルギーを生み出す反応になるんですけども、解凍系の反応の最後にピルビン酸と呼ばれる物質が生成されます。この解凍系で出来上がったピルビン酸がクエン酸回路に入っていってアセチルコエという物質に変化してクエン酸回路を回っていきます。この過程でもエネルギーをたくさん生み出すんですけれども、このクエン酸という反応の過程で私たちが呼吸で出すものと同じようにまず二酸化炭素を吐き出して、それと同時に NADH という物質と FADH2 という物質を生成します。で、この生成された NADH と FADH2 という物質が最後電子伝達系の方に移っていって、さらにエネルギーを生み出すための反応します。このように全部が連携してエネルギーを生み出すための反応をしているということなんですけれども、じゃあ電子伝達系についてちょっと詳しくお話ししていきたいなと思います。電子伝達系という反応はミトコンドリアにあるクリステという部分で行われます。ミトコンドリアにこういう細胞があったら中にヒダがたくさんあるんですけれども、このヒダの部分をクリステというふうに呼んでいます。そのクリステと呼ばれる部分で解凍系とクエン酸回路で生じた NADH とFADH2 という形で生成された水素はミトコンドリアのクリステに移っていって、その中で酸素に渡されます。酸素と合体するわけです。そうすると水が生成されます。これを元素記号で見るととっても分かりやすいんですけれども、水素というのは H、 酸素は O という元素記号なんですけれども、これをガッチャンコして H2O という物質が生成されるというわけになります。クエン酸回路でできた水素の原子と酸素がガッチャンコして水が生成されるという、この反応の時に大量に ATP と呼ばれる物質が生成されます。 ATP というのは高エネルギーリン酸化合物っていう風に言うんですけれども、これが私たちの体を動かすためのいわゆるガソリンみたいな役割を担っている成分です。この ATP がたくさんあると私たちが運動したりだとか日々の生活だったりだとかそういう時に使うエネルギーがしっかり体の中を巡っていくというようなイメージになります。解凍系でもクエン酸回路でももちろんATP という物質は生成されるんですけれども、電子伝達系という反応の時に一番大量に ATP が生成されるので、この一連の流れを経て大きい体を持った人間が動くためのエネルギーをしっかり作っているというような流れになっています。では本日は電子伝達系について簡単になるべくシンプルにお話しさせていただきました。これで私たちが生活するための運動するためのエネルギーが産生されるまでの過程のお話をさせていただいたんですけれども、自分の食べたものがどういうふうに体の中で変化していって最終的にエネルギーになっていくのかっていうところをこの動画をきっかけに少しでも関心を持っていただけると嬉しいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。